商品レビュー専門、M4 の提供です。スマホで自撮り、安定した写真が撮りたい。まあ自撮り棒ですね。私自撮り棒、いろいろレビューしてきましたけど、最近の自撮り棒、スマホに特化してますね。昔は何にでも使える、そんな感じでしたけど、まあ最近は、スマホユーザーが多いのか、もっと軽量でしかも使いやすい、そういうことでスマホ専用にしてるのかもしれないですね。今回は M4 の iSnap Pro。プロですよ。プロというにはプロの自信がある。 こちらです。ごついですよ、これ。もう太さ。この太さ見れば、え、なんか違うなと思いますよ。でも太い割に、結構コンパクト。まあ、無理やりコートとかのポケットには入りそうですね。カバン持ってれば、そんなにかさばらない。あと最近の特徴として、ここに三脚穴がついてる。ミニ三脚を用意してれば、自立した簡易三脚として使える。セルフタイマー使えば、集合写真撮りますね。それ、固定部分。ここ、スマホ専用ですね。 このような形です。あと、ここの形、どこから見たことないですかあのカメラついてしまいますね。まあ、ただあのカメラの場合、こう思ってもいいですけどね。あ、でもスポーツやるとき、長く伸ばした方がいいか。あと、ここ、リモコンシャッターの機能ついてますね。Bluetooth です。スマホ、簡単にクランプできる。そして伸ばすとき、ひねって伸ばす。これだけ長いですね。長い。カメラの画角入りきらないですね。1メーターぐらいはありますね。 これだけ長いと嬉しいな。しかもこれいいところ。すっごく剛性が高い。ガタガタしないですね。iPhone 6 Plus のようなファブレットでも、ここまで安定して固定できますね。スマホでよく写真撮ってる人、いい自撮り棒が欲しい。そういう人のおすすめですね。あとこれ自撮り棒。あの自撮りだけじゃなくて、こう地面に突き立てれば、一脚として使いますね。こうやって構えて写真撮るとブレないです。 特に夜、暗い時、写真でブレやすいんですよね。この時に一脚として自撮り棒を使えば、綺麗に撮れますね。自撮り棒っていう名前から、もうこういう自撮り、それだけだと思ってますけど、こう地面に立てれば、綺麗に撮りますからね。本当に。あの三脚とかは、ちょっと大げさ。写真を撮るたびに、しっかり設置する。それ一脚だと、写真撮りたい場所にカメラを構えて、あとは一脚を置くだけ。これだけで安定しますからね。こう思ってるより、地面に一脚、 逆自撮り棒をつけた方が安定しますもちろん揺れる。でも、こう持ってるより揺れない。それと置いとけば、縦には揺れない。横の揺れる量少なくなる。そして前後も少なくなる。まあ、持ってる手も楽ですからね。長時間動画を撮影したい場合、椅子に座って自撮り棒を地面に置いて、それこう構えてれば、手で持ってるより楽ですよ。最近流行りのタイムラプス。手で持ってるとブレます。でも、自撮り棒を使って手持ちのサポートをすれば揺れる量。 はるかに減りますね。自撮り棒っていう名前から自分を撮りたい。セルフィー。それだけの用途って限定しちゃいますけど、スマホでもっと写真をうまく撮りたい。綺麗に撮りたい。そういう人におすすめですね。説明しましたけど、この形状からスマホ専用です。でもスマホ専門にしたからこそ使いやすいシンプルさもありますね。折りたたみも簡単。これでカバンに入れとけばかさばらないですね。 あ、そうだ。あと、自撮り棒のスマホ専用のいいところ。自撮り棒持ってった。あ、スマホに取り付けるクランプ忘れてしまったよ。そういうことがないですね。必ずついてますからね。そういう利点もあります。なんか自撮り棒を買うとき、いろんなものに使えた方がいいなって何か思ってしまいますけど、結局振り返ってみて、動画写真、スマホでしか撮ってないよ。そういう人は潔くスマホ専門。一つの提案としていいですね。 遠方の iSnap Pro ププ、スマホで写真動画を撮る人、ぜひ手に入れてみてください。商品レビュー専門でした。